皆さん、こんにちは。今回は田中真紀子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。今から52年前、日本と中国が国交正常化を果たしました。正常化を確認した日中共同声明の調印式に日本代表として臨んだのが田中角栄元総理大臣でした。田中元総理はこの年7月に自民党総裁選挙で福田赳夫氏らライバルを抑えて勝利し、内閣総理大臣に就任したばかりでした。田中元総理の外遊にはほとんど同行したと語る娘の真紀子さんですが、中国への同行は許されなかったということです。それは一体なぜだったのでしょうか。田中元総理は自民党総裁選で勝利した直後に、日中国交正常化の機が熟してきていると思うと発言されています。ということは、総裁選に出る以前から国交正常化に向けての準備をしていたということなのでしょうか。田中真紀子さんは次のように述べています。中国と戦争があったことによってですね、不幸な戦争があったことによって、ずっと数十年間もこういう関係であることはよろしくないと。これは日本の国の発展のために絶対に中国とはいい関係を作らなきゃいけない。これはもうしょっちゅう茶の間でも言っておりました。国交回復する前後は大変な状態でしたけど、突然総理になったから思いついてやっただとか、あるいは外務省がですね、セットしたからやったんだということでは決してないんです。と述べています。当時の日本は中華人民共和国とは国交を結んでおらず、台湾にある中華民国と結んでいました。そして田中元総理の前の佐藤栄作元総理大臣は中華民国に近い親台湾派でした。さらに佐藤氏の兄である岸信介元総理は親台湾派の重鎮でした。こうしたことから自民党内には国交正常化、台湾との国交断絶に強い反対意見がありました。結局党内では意見が集約できず、見切り発車で北京訪問を決めたとしています。出発前の田中元総理は悲壮な決意を固めていたそうです。真紀子を連れて世界中を見せること、世界中を真紀子に見せてあげたい、それがお父さんの夢だって。ただし中国はダメ、なぜかあの国でお父さんは刺されるから、毒を盛られるから、先の大戦で日本が侵略したわけですから誰かが毒を盛る可能性あるでしょ。真紀子は一人っ子だから、二人が殺されてしまったらご先祖さんに申し訳ないので、だからお父さんは今回は一人で行くって。私がお父さん約束違反だって言いましたらば、父は違うと必ず真紀子やいろんな人たちが自由に中国からも日本からも自由に往来ができる時代を作るためにお父さんは死を覚悟していくんだと、重大な決意で北京訪問を決めたようです。自民党内の調整がつかないまま、田中元総理は大平岩外務大臣、二階堂元官房長官らと中国を訪れます。父が言ったんですけども、帰ってきて中国はお父さんの生活習慣体質全部知っていたと、どういうものを食べるとアレルギーを起こすとかものすごく詳しく調べていて、ことに朝方人間なんですよ、うちの父は。朝5時起きして書類を見て、役所の書類を見て、本を読んで、あらゆることをやって、ちょっと寝てまた起きて動き出すと述べています。つまり他国の首脳について徹底的にリサーチをして会談に臨むことが中国のやり方なのです。さて、2001年、日本で女性として初めて外務大臣を務めた田中真紀子さん、元内閣総理大臣の田中角栄さんの愛娘です。私生活では1969年に政治家の田中直樹さんとご結婚しました。田中真紀子さんのプロフィールは次の通りです。田中真紀子さんは1944年1月14日生まれ、東京都文京区の出身です。早稲田大学商学部を卒業し、越後交通代表取締役相談役を現在務めています。国会議員最後の所属政党は民主党でした。田中真紀子さんは元総理大臣の田中角栄氏の長女として生まれました。本籍地は新潟県柏崎市です。前述の通り、2001年、日本で初めて女性の外務大臣を務めました。政治界で長年活躍されている田中真紀子さんですが、
私生活では1969年に政治家の鈴木直樹さんとご結婚されました。鈴木直樹さんが婿入りする形で結婚し、鈴木直樹から田中直樹さんになりました。田中直樹さんのプロフィールを見てみましょう。田中直樹さんは旧姓を鈴木直樹といい、1940年6月19日生まれ、石川県金沢市の出身です。慶応義塾大学法学部政治学科を卒業し、現職は越後交通代表取締役会長を務めています。田中直樹さんは石川県金沢市に生まれ、2024年現在は新潟県に住まわれています。大学卒業後は日本鋼管、現在の JFE スチールに就職しましたが、1983年の第317回衆議院議員総選挙で初当選します。父は内務官僚、自由党衆議院議員を務めた鈴木直人さんで、政治家の家で育ったそうです。1969年にご結婚された田中牧子さんと直樹さん、二人の馴れ初めに関しては元内閣総理大臣の田中角栄が関係しているとの情報がありました。もともとは大学を卒業された後にサラリーマンとして働かれていた直樹さん、しかし1969年の28歳の時に田中角栄さんにえらく気に入られて、田中家に婿入りしたようなのです。1969年にご結婚された田中牧子さんと田中直樹さん、翌年の1970年には長男田中雄一郎さんが誕生しました。長男誕生の後も2人の女の子に恵まれ、田中家は5人家族となりました。3人のお子さんについて調べてみました。まずは長男の田中雄一郎さんです。田中雄一郎さんは1970年9月10日生まれ、東京都の出身です。現在政治とは無縁の世界の公認会計士、税理士、実業家として活躍しています。田中雄一郎さんはプライベートで大学時代の交際相手と結婚されていますが、結婚の際に田中牧子さんと絶縁状態になってしまったそうです。理由は当時田中牧子さんが進めていた見合い話を断ったためと言われています。しばらく田中牧子さんと絶縁状態だった雄一郎さんでしたが、1999年の田中角栄さんの7回忌の際には雄一郎さん夫婦も参加し、関係は修復されたようです。続いて田中牧子さんの長女田中真菜子さんです。真菜子さんに関しては顔写真の公表はありません。真菜子さんは1974年生まれで、最終学歴は清新女子大学と言われています。大学卒業後は日本経済新聞に入社して広告局で勤務されていたそうです。2003年2月、日経新聞社の同期入社の販売局勤務の男性と5年の交際を経て結婚しました。ですが2004年に離婚されています。離婚理由に関しての情報は見当たりませんでした。真菜子さんの離婚内容に関しては2004年にスクープ報道が掲載されそうになりましたが、プライバシー侵害として一時的に出版差し止めの仮処分が下されるなどの騒動がありました。最後に田中牧子さんの次女は田中真美子さんと言います。真美子さんに関しても顔画像の公表はありません。真美子さんに関しては生年月日や出身大学などの詳細情報が見当たりませんでした。ですが2012年頃に国交省のキャリア官僚の男性と結婚されているようです。真美子さんの旦那さんの父親が政治家ということで、当時は田中牧子さんの後継者として活躍されるのではと噂があったようですが、実現していません。元総理大臣田中角栄さんの娘で政治活動を積極的にされてきた田中牧子さん、3人の子宝に恵まれた田中牧子さんですが、お子さん3人は政治家、政治関係のお仕事はされてないようです。次女真美子さんの旦那さんの父親が政治家として活動されていたようですが、真美子さん自身は政治関係のお仕事はされていません。親としては政治の道を進んでほしかったかもしれませんが、お子さんたちの希望を叶えてあげているのでしょう。いかがだったでしょうか。今回は田中牧子さんのことについて深掘りしてきました。総理大臣も務めた大物政治家の田中角栄元首相を父に持ち、父親を彷彿とさせるはにき抜きせぬ物言いで国民からの人気を集め、小泉純一郎政権誕生の立役者となりました。田中牧子さんの天敵として知られているのが鈴木宗男衆議院議員です。
その後、2002年1月に鈴木宗男事件で更迭された後、秘書給与横領の容疑で元秘書より詐欺罪、その後不起訴で告発されたのが原因となって議員辞職に追い込まれました。その後は民主党に鞍替えして次の衆議院議員総選挙で当選して国会議員に復帰していました。2012年10月に発足した第3次野田改造内閣では文部科学大臣に任命されましたが、その直後の総選挙で民主党が惨敗して民主党政権が倒れ、自身も衆議院議員選挙落選し、2012年12月を最後に国政の第一線からは退いています。田中真紀子さんの天敵として知られているのが鈴木宗男衆議院議員です。田中真紀子さんと鈴木宗男さんの対立が表面化するきっかけとなったのは、2002年1月に田中真紀子さんがアフガニスタン復興支援国際会議で鈴木宗男さんが出席予定だった NGO 団体に圧力をかけて参加をやめさせたと主張したことでした。田中真紀子さんの主張に鈴木宗男さんは事実無根だとして反発し、全面対決に発展しました。結果、国会審議を混乱させた責任により、田中真紀子さんは当時勤めていた外務大臣を更迭され、一方の鈴木宗男さんも喧嘩両成敗といった感じで、当時担当していた衆議院議員運営委員長の職を辞任に追いやられました。当時の国民世論は圧倒的に田中真紀子さん支持で、その後、鈴木宗男さんに対するバッシングが過熱する事態になりました。その影響から鈴木宗男さんに関する汚職の疑惑が次々と浮上し、2002年6月に鈴木宗男さんは逮捕されています。一方、この鈴木宗男事件を境にして田中真紀子さんにも自身の公設秘書給与の流用疑惑などが浮上し、衆議院議員を辞職することになりました。当時の国民の声としては田中真紀子さん支持し、鈴木宗男さんを批判する声が圧倒的でしたが、現在の国民世論としてはどちらかといえば鈴木宗男さんを支持する声の方が多く、田中真紀子さんと差し違えて外務大臣を辞めさせたことを評価する声なども見られるようです。田中真紀子さんは2012年の衆議院議員総選挙で落選して以来、国政の第一線から退いていて実質引退状態にあります。いかがだったでしょうか。今回は舌鋒鋭い田中真紀子さんに関する話題を主に取り上げてきました。田中真紀子さんは田中角栄元首相の娘であり、長年にわたり政治家として活躍してきました。田中真紀子さんは2023年12月8日に国会内で会見を行い、自民党の裏金問題について発言を行いました。この発言が大きな話題となりました。ただし、田中真紀子さん本人は私は引退するとは言っていないと発言されているので、現在も現役の政治家ではあるようです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。